はい、バリのマーケティング清水です。どうも、ドリフト天国の川崎です。はい、気になってたんですよ。噂はちらほらと聞いていたので、ね、これが噂の、ペルギアの 08C ですね。 C です。今までペルギアって言ったら、SP、RS、R、はい、食うやつ、そうですね、 D1 フォーミュラ D で使ってるような、はい、トップが使ってるようなのを僕は今まで見てましたけど、はい、多分僕の想像だと、はい、パワーが、D1 ほどないとか、例えば400馬力、はい、ちょいちょいの車、はい、タービン交換したぐらいの車向けじゃないかなっていう想像なんですけど、はい、その辺を根掘り葉掘り、そうです、何でも何でも聞いてください。はい、R や RS との違いは何ですか、はい、C になっちゃった。まず 08C を作った経緯、はい、というか流れに関してちょっと言いたいんですけど、確かにグリーバもあるのに、そうなんです、ペルギアで C を作った。はい。やっぱり、一番大会人口が多いところっていうのは、うんうん、当然、D1 の地方戦ですとか、そうですね。MC チャレンジもあるし、まあ当然、学取りとかもあるし、はいはいはい、エンゾイからちょっと競技に入っていきたいのところが一番パイが大きいところなんですよ。で、そりゃそうですよ。だってもう18歳以下から。もちろん、そこなんですよ。そこの層に対して使いやすいタイヤがなかった。今まで。グリーバーは？グリーバーでは乗りやすさというコンセプトだけではグリーバーで良かったんですけど、はい、そこプラストラクション性能をもうちょっと出したいんですよ。縦に進めるのが今のドリフトになってきてるので、流しやすいんだけど食うってこと？そうです、そうです。川崎さん、いろんな車でいろんなドリフトのスタイルも見てきてると思うので、はい、別に食えばいいってわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、タイヤって食うから一番いいタイヤってわけじゃ決してないんで、はい、扱いやすい、でも最低限の横の強さはある、トラクションはあるっていうのはすごい大事なところだと思うので、 D1 とかフォーミュラ D のトップの走り方って、はい、今ドーンでもういきなりサイドで行くじゃないですか。そうですね、スピード乗せて、はい、でもそうじゃない人って、はい、まだそのフェイントかけたり逆振りしたりっていうから、 はい、その振り出しやすさはないと、はい、そうなんです、ダメなんだ。結局トップエンドの競技の、うん、車両は、はい、当然パワーがあれだけあるので、はい、もう書こうと思います、いつでも書けるんです、うんうんうん、バッて書けるんですけど、引っかかるなんてことをしない車だよね。そうなんです、もうすぐ空転に持っていけるんですけど、うんうんうん、やっぱポン付けタービンとか、はい、300馬力から400馬力の車どうしてもモーションも必要ですし、うんうん、その振り出しのアクションのしやすさ、うん、振り出しやすさっていうのがもう、うん、みんなすごいこだわってるところだと思うんですよ、はい、食うのは分かるけど引っかかるからねって、うん、なってもあれですし、うんうん、今そこそこ食うけどすぐ減っちゃうじゃん、はい、剥がれるじゃん、はい、とか絶対使いにくくなっちゃうと思うんですよ、はい、そこのなんていうんですかね、もういいところのバランスをいろんな人の意見を聞いて、作りに行ったタイヤ、一番今回こだわってるのは、うん、そのグリップしてるから流れ出すとこ、うん、あるいは流れ出してるとこから出すところ、うん、そこの角特性っていうんですかね、はいはい、流れてるのが出るとか、うん、そこをマイルドにじわって変わるように、でその縦とこのつながりも滑らかにつながらせてるような感じ、そうです、そこはもうはい流れてます、あグリップ感ないなって、でもいいからアクセル踏んでみて、怖いだろうけど踏んでみて、あ出たっていうんじゃなくて、うん、流れつつもある程度感じられて、あフルメーバー出てくれるだろうなっていう、はい、気持ちにさせるというか、そういうものを感じられるタイヤ、車も超レスポンス超パワーだったら、はい、そのつながりが悪くてもつなげちゃえる性能出るんでしょうけど、はい、そうじゃない車だったら、はい、その谷みたいなところもうまくそうです、ね、その滑ってるとこは食うとこ、食ってるとこは滑るところ、うん、そこのをどれだけマイルドにするかっていうのが、これを作ったコンセプトですね、はい、一番の100点満点じゃないですか。このタイヤのコンセプトってまさにすごく合ってるコースがあって、メーハン、はいはいはい、メーハンスポーツランドは、うん、あそこってタイヤ食えばいいわけじゃ決してないんで、引っかかったらアウトですからね、アウトなんで、はい、ではそれを言ったらもう当然中村直樹くんは結構これは扱いやすいし、じゃあそれも D1 カーじゃない車で走って、もちろんもちろんです。で、その後輩一緒にいて走行会練習会とかで周りの子にも入ってみてもらって意見をもらいつつ、実際じゃあビギナー、ミドルクラスだとどう思うかっていう意見も聞いてっていうのを取り入れて中で鳴らして、この辺りかなって
狙いに行ったところですね。それこのなんか、はい、ベルギア 08C って書いてありますけど、そのテストからしたら、はい、僕絶対名阪スペシャルって言ったら売れると思うよだって関西オールスターカスタムみたいなやつもいいでしょ。そうですね、これは絶対レベル的にも車のパワーもサーキットの特性も絶対いいとこ行くはずです。あ、はい、すげえ今分かりやすかった、はい、名阪でっていうと、はいはい、名阪ってやっぱちょっとビビるコースだし、はい、関東のやつはまず行きたがらないじゃないですか。そうですね、そこを、まあ、生き残って帰れて、そうです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 、まあ本当にまさにそうで、名阪って振り出し引っかかったら、うん、もう横転ですね、もうケツ浮くじゃないですか、はい、ってなるようなコースですし、当然あと振り出す後何もなくて もう結構ゼロスピードからはーってなるはずなんですけど、止めなくちゃいけないし、そのはーっていうところを少しでも減らしたい、分かりやすいなっていうタイヤなんですよ。まあ要は西で言うと名阪がまあそういった特性のコースなんですけど、東で言うと恵比寿、恵比寿の南コース、まあ今ドリフトスタジアムって言われてますけど、あそこも食えばいいってわけじゃなくて、あそこも引っかかるとめちゃくちゃ怖いコースなんですよ。最終の飛び出しで振り切れなかった、あるいは角度つきすぎて出て、ケツが無重力になったっていう時も名阪張りにハァってなるはずなんですよ。俺分かっちゃった、分かっちゃった。ドリパもいいね。ああ、そうですね。絶対そうですね。ドリパもそうです。そうです。デーンって言って、そうなんです。意外と向こうがタイトで、はい、ほとんどスピードゼロのとこから持っていかなくちゃいけない。そうなんです。そうなんです。これが立てなかったらモタモタするじゃないですか。そうなんです。え、もうこれしかなくない？やっぱりね、ターゲットは本気で、本気でもう地方戦 EDS、M チャレとか、学取りとか、人より一歩前へとか、今のレベルよりもう一歩先にって思う子にできれば使ってほしい、いいタイヤなんですよ。じゃあそこで意地悪な質問、ヘリに関してとはどうですか？実はこれ、はい、若干ショルダーが強くなってるんですよ。へえ、はい、でこれで見た目は同じ、見た目は同じです、じ全くパターンも、うん、同じなんですけど、ショルダー若干多分組んだ時とかに分かると思うんですけど、あ、そうなんだ、若干硬いねこれって多分思うはずなんです。へ、どうせあれじゃないコンパウンド違うだけっしょとかって言っちゃいがちだけど、はい、だけじゃないんだ、だけじゃないんです。要はこの構造っていうショルダーの硬さ、うん、ケースの硬さっていうのは、うん、エアの反応しやすさに反映されるんですよ。柔らかいタイヤってやっぱりエアに反応しにくいです、うん、で硬いタイヤってエアに反応しやすいので、それに関しては 08R ですごいよく言われてたのが、うん、もう振り出して引っかかりますと、はい、いや張っても張っても引っかかるんですよねって、うん、それはもう本当にユーザーさんの声として捉えてて、うん、そこをじゃあ張ったら振り出しやすくなりました、はい、抜いたら縦出ました、うん、っていう性格に持っていくにはどうしたらいいかっていうところで、少しはちょっと構造を見直すべきだと、うん、なのでこれを適正ないやつ、はい、まあ音感で2キロを前後で使えば、うん、08R とかに比べれば明らかにライフはいいです、うん、相当いいです。やっぱりその300馬力から400馬力って、当然、スキルもドライバーのスキルも発展途上ですし、車も発展途上だと思うんですよ。だからポン付け、まあ、ブーストアップかポン付けタービンにしました、うん、フルタービンにしました、うん、で仕様も変わっていくところだと思うんですよ、うん、で最初は300馬力だったから、うん、内圧 2.5 使ってましたと、はい、でパワー上がった、うん、俺も上手くなった、うん、じゃあ2キロで使ってみよう。まあなんか減衰力調整みたいな話してますね、はい、そうなんですよ、ダンパーみたいですねこれね。そうなんです、そうなんです、うん、それで全力でいってみようと、うん、じゃあもう内圧 1.2 まで落としてやろう、うん、でまあ当然横、まあ食い方のバランスは変わってくるんですけど、うん、縦のトラクションに関しては、うん、落とした分だけ反応します。ここはだから当然上げた分だけ反応します、逆に、うんうんうん、要は内圧2キロで使っててまだ俺これでも引っかかるんだよねって思えば 2.5 キロにしてください、うん、3キロにしてみてくださいって、その幅はまだ残ってます。いい車庫調でなんか減衰調整がちゃんとリニアに効いてた多段数みたいな感じですよね、はいはいはい、そうです、そうです、そうです、うん、まあここでその調整幅を広く取りたいっていうのがもうこのコンセプト、タイヤのコンセプトの一つでもあるんで、はい、全然じゃあグリーバーとはまた違いますね。そうですね、あのグリップを、うん、なんて言うんでしょう、使えるグリップの幅が、うん、グリーバーよりは明らかに広いです、うん、はい、抜くとこから食わせるところまでちょっと上手になるとかパワーが上がってっても許容範囲がある、ね、そうです、そうです、はい、まだこの調整幅の中で使えるっていうのがこのタイヤのいいところ、うん、もうこのタイヤこうだからこうするしかないよねってじゃなくて、まだ手が、変えなくても、まだ手があると、うん、あとはこれ結構抜いた時のを考えてそれとは固めてるんですけど、ちょっとね1個弱点があって、うん、
当然これ落としていくと、うん、縦のグリップは上がってきます、うん、で当然、ショルダー硬い分だけちょっとショルダーも突っ張ってます、うん、で極端に言うと、うん、まあ 2.5 ぐらい使ってればこうなってる、はい、それが2キロ 1.8 ぐらいのところで水平になる、うんうん、そこから抜いていくと当然崩れてって、はい、入力があると動きます、うんうん、でその動き始めた時にちょっと硬い分だけ突っ張るんですよ、崩れ切らずに、うんうん、で一番テストの中で、はい、1.5、うん、音感 1.5 ぐらいの時がこの外ワンブロックのところに負担が出やすいんです。ここがちょっとシワが寄ったなとか、ここの溝の部分、ここがなんかちょっと荒れてきたなとかいうのが出やすいのが 1.5 ぐらいのところなんですよ。それを語れるだけすごいですね、はい、ちゃんとテストしてる証明ですね。でこれを1点に、音感で1点にしました、うん、1にしましたっていうと、うん、そのあれが消えてきます。そうなると、うん、要はこう変に突っ張ってここだけで、はいはいはい、受けてたのが、うん、たわみ切ってまた面で受け始めるので、あーすげえな、そんな話聞けると思わなかった。その可動機のところがちょうど 1.5 ぐらいに来ちゃうんですよ。でただそのどうしても悩みつ 1.5 のグリップ感が俺は好きだ、はい、っていうんであればしょうがないんですけど、はいはい、うん、ちょっと上でもちょっと下でもいいよっていうんであれば、できればそこは避けた方が体的に美味しいです、要は長く、はい、長くライフを使います。弱点がちゃんと分かるっていうことはもうコンマ1刻みで走って試したっていう証拠だし、はい、これがその動くっていうことをコンセプトにしてるっていうのの、はい、証明でもありますね。そうですね。あ、1個質問、はい、それ今の話全部リアの話っぽかったんですよ。リアです、はい、フロントに関してってどうですか。リアグリーバソーのこのフロントにも使えるように当然そこは考えてます。でフロントに使うことも考えて、はい、フロントってやっぱそこまでがっつり、うん、なんていうんですかね、たわみを使ってとっていうところまでは、うん、来ないので、硬さっていうのはフロントの使いやすさにつながると思ってるんです、はい、それもあってシャープなレスポンス、ね、そうなんです、フロントはやっぱシャキッとしてほしい、リアは多少崩れてもいいから立てほしいとか、うん、そういうふうになると思うので、当然フロントでも使いやすいように、うん、リアグリーバーだけどフロント08の235がモラ17だよとか、うん、フロントにも使いやすいようにとは考えてます、まあ、エアでそれだけ変わるっていうところも考えたり、はい、基本的に硬いめハードめっていうかシャープに動くようにできてそうなので、はい、うん、フロント良さそうですよね。そうですね、これはでも当然、4人投資でテストもしてますし、ただやっぱりリアをなやつコンマ8とか1キロにするとやっぱ負けます。うん、押されて、ちょっとフロント負けてるよねって状況も出ますけど、例えばフロント2、リアも2とかであれば全然バランスはいいです。4人揃えていくとき結構いいってことだな、はい、そうですね、はい。300馬力ぐらいの車で勝負をかけたい人とかが履いてもいいかな。例えばうちのシルビアは純正タービンブーストアップだから300馬力ちょっとしかないと思うんですけど、はいはい、そんなのが履いてもいいですか。もう全然まさにその辺狙いのタイヤなんで。サイズは、サイズはまあ今まだ3種類で、はい、235-40-17、235-40-18、265-35-18の 3サイズだけなんですよ今のところは。もっと増やしてもらえる。もちろん当然あのラインナップは増やしていく予定ではあるんですけど、だって235-40-18だったらかなり、はい、ちょっとドレスアップもいいし、そうです、ちょっとドレスアップもあるし、あとツアラ系の子とかも履きやすいようにと思って、一応235で17と18と、うん、まあ、シルビア系とツアラ系っていうのを考えてその辺は設定したんですけど、そうですよね、もうこれで決めました、うん、出しました、うん、はい、ゼロ足終わりです、はい、ってわけではもう決してそんなつもりではないので、これは本気で、一番使ってもらいたいタイヤなので、うん、いろんな声を拾ってた上でまだ、うん、まだ開発もしたいですし、コーススペシャルみたいな感じになっていく可能性もあるし、ね、もっと使いやすく、より使いやすくっていうのがコンセプトなんで、うん、はい、なんかタイヤの開発ってどんどん食いが良くなる一辺倒って感じもしますけど、はい、コントロール性上げるタイヤ作りって面白いですよね。そうですね。なんかいいタイヤは、うん、食うためにこう頑張るじゃないですか。はいはい、新型が出れば旧型よりもタイムがいいとか、ね、っていう風になるべきなのに、はいはいはい、べきっていうかそれが普通だったのに、うん、そこまでそのコントロール性とかエアを抜いた時の動きとか、はい、あと引っかからないとかね。そうですね。面白いです ね。真面目にやってますね。そうですね。ドリフトのタイヤ。今日は食ってる時はすごい感じるけど、うん、
リアがブレイクしたら何もないっていうんじゃなくて、食ってる時はもうちょっと低くていいもいいから、うん、流れてっても、うん、ああるよねって感じれるようにしたいんですよ。この清水さんがここまで言ったものが本当かどうかは、はい、ぜひ試してみたいですよね、はい、1回ぐらい履いてみろよっていうことですよね。違うお前何言ってんだよって言うんだったらそのままぶつけてください、うん、もうあの文句大歓迎なんで、うん、本当に意見が欲しいんですよ、うん、で自分も可能な限りさっきと壮行会でも大会だけじゃなく、うん、壮行会とかも足で運びたいですし、うん、ちょっと清水ですよ、うん、もうちょっと使いやすくできないの、使いやすいって言ったじゃん俺には足んねえってあれば、うん、いくらでも言ってほしいですし、で最初のうちはいいなと思ったけど、うん、ちょっと今足んないよね、うん、なるかもしれないですし当然、うんうんうん、はい、だ先が見えるところまで持っていくのが、あ 08R が先を見せるタイヤなんだ、そうなんです、うん、08R はもう解読かなっていうところまで持っていくのがこのタイヤの仕事なんで、うん、はい、まさにそこですね、はい、まあまあそんな形です。真面目なタイヤのお話をお送りしました、はい、させていただきました、皆さんの、はい、タイヤをこういうふうに使ったらいかがですかっていうのを、うん、タイヤのプロに、ね、聞いたという、はい、ありがたいお話でした、はい、ありがとうございました、はい、ぜひ試してみてください、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。バリのタイヤ。